皆さんこんばんは、毎月4回のペースで配信しております松田政策研究所ニコニコ生放送、今回はゲストにですね、このチャンネルでも おなじみのジャーナリストの山口紀之さんをお迎えしております。いつも当チャンネルでジャーナリストとして鋭い分析と情報提供をいただいております。ありがとうございます。今回はあの山口さんと語る90分ということで、前半はどなたでも無料でご覧いただけます。前編ご覧いただくにはチャンネル会員登録が必要です。どうぞよろしくお願いします。さて今日のテーマは、ジャーナリスト山口紀之さん登場、大丈夫か売国とだらけの自民党いよいよ政局か、春の参補選の様子を、そしてあるのか岸田首相訪朝ということで、あの皆さんも聞きたい内容がたくさん今ちょうどあるんじゃないかと思いますので、まあどこまで聞けるか、あの時間の範囲で私の方からいろいろと聞いていきたいと思っております。山口さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でやっぱりまずあの政治と金の問題で、まあ、処分という、うん、まあ、39人という話も出てますが、はい、あれってどう、自民党どうなるんでしょうね。まずあの39人はどうやって選んだの、であれに入ってない人はじゃあ無罪放免なわけですよ ね、 すね、自民党の判断として。そうですね、でも今回の政治刷新本部とか処分というのは、東京地検特捜部の派閥パーティー権事件、はい、まあ、逮捕者まで出たわけですよね、はいはいはい、それを喫起として、まずは派閥のパーティーのお金の扱いが問題になった、はい、で、まあ、いろんなところで同じこと言ってますけども、はい、結果として安倍派と二階派と岸田派、はいはい、この3つの派閥が違法行為があったから立件されたわけですよね、はい、で安倍派っていうのは、はい、安倍会長が暗殺された後、はい、会長がいないから集団指導体制だったんですよね、はい、でその人たちが一番重い処分を受けたわけですよね、はい、それは会長がいない代わりに集団指導体制だった派閥で会計の不正があったからですよね、はい、私は何を言いたいかといえば、はい、じゃあ岸田派ははっきり一人がトップだったわけですよ。そうですね、岸田派っていうぐらい、岸田文雄が違法行為があった2020年から22年まで、まあ、だいたい3000万ぐらい、不適切な処理があった、うん、そのうちの1000万弱についてこれもう起訴されたわけですね、はい、この人物なんで処分がないんですか。そうですねこれね、僕ね単純に分からないんですよ。いや、本当ですよね。野球でね、打って三塁に走ってるようなもん、うん、要するに全然ルールが分からないわけ、うん、自民党の今回の処分って、うん、じゃあこの39人がなぜ処分されるんですか、うん、じゃあなんで岸田文雄は処分されないんですか、もうね、そのなんていうかレジティマシーゼロそうですよね。でね、いろんな人に聞くんだけど、はい、誰も説明できないんです。うん、でじゃああんた自民党のそれ決める会議で抗議しなさいよって言うんだけど、みんな羊たちの沈黙なんですよね。もうもはや分からない。岸田自民党は、普通は多少ね、見栄とかマナーとかモラルっていうのがあれば、はい、岸田だってなんか処分しないと格好がつかないって普通思いますよね。そう思いますよね。だから国民はまあバカにしてる、うん、これで逃げ切れると思ってる、うん、だからその岸田という人のこれ品性の問題だと思いますよね。全くその通りですね。そして今あの名前がちょこちょこ出てる森元総理、はい、これはどういうふうに見たらいいんですかね、はい、僕が得ている情報では、安倍さんが、まあ、安倍派の会長に復帰した時に、これ一昨年の、秋でしたか、はい、復帰した時に、はい、あんたたちまだ派閥のパーティーでキックバックなんかやってんのと言って全部やめなさいと、はい、安倍さんが指導したんですね、はい、でその時に、その実際にみんなにそれを呼びかける係が実は西村康稔さんだったんですね、うん、経済産業大臣、うん、はい、今回処分されます、うん、で安倍さんご存命の時はもうそれ全部やめますと、はい、全部ガラス張りにしますって言ってたんだけど、はい、安倍さんが暗殺されちゃった後、はい、元に戻したわけです、うん、元に戻す声かけをしたのはもう間違いなく森さんです。間違いないですね、うん、これだってもうみんなにそう聞いてるから、うん、それから安倍さんがこれをキックバックやめますって言った時に一番その抵抗したのは森さんだったですから、うん、でも今回は、はい、まあ例えば令和の爆弾男になるかと期待された下村博文さんが、はい、自分で政倫審出るって言っといて、はいはい、
腰折れになっちゃいましたよね。はい、そうでしたね。だからそれは森さんはみんなで守ったってことなんでしょうね。まあ、あれ見てて明らかにそうでしたですね。茶番にもならなかったという。茶番にならなかったと。どうしてそんなに森さんを守りたいのっていうような成人心での。ただ森さんを守るだけではなくて、そしたら今回の特捜部の捜査っていうのは、捜査着手段階で、はっきりしていたのは、まず不正がまあ5年間で、まあ、3000万とか、はい、1000万とかそういう額を超えた人はみんな立件しますって言われてたんですね、はい、もう一つは派閥として派閥幹部が不正経理を支持していたかどうかという上下の、はい、上位下脱があったかどうか、この2つが焦点だ、はいはいはい、それについて捜査の結論は幹部の支持はなかったっていう結論なんですよ。ただそれは嘘なんですね。だって僕それ指示受けた本人に聞いてるから。なるほど、うん、でも特捜はそこを寸止めしたわけですよ。でそれがなるほど、僕はそこに何の正義もないと思いますよ。だけど、派閥側としても派閥の幹部の指示があったという結論にしたらもっと処分重くなるから。それからこの事件自体がもっと逮捕者がいっぱい出てることになるんですよ。そうですね、5人衆みんな逮捕されなきゃおかしい。不正を指示したんだから。それなしにして寸止めしてもらったという負い目があるからみんな黙ってるんですよ。森さんに言われましたって指示があったってことになっちゃう。なるほど、あそういうことなんですね。だからその容疑者側も、寸止めされてるから真実を語れない、で下村さんが語ろうとしたけどみんなで羽交い締めにして「お前いい死に方しないぞ」って言われてまあやめちゃったんですよね。もう下村さんが森さんとめちゃめちゃ仲悪いのはもうみんな知ってますから。特に国立競技場問題でね、はい、あのもう決定的に決裂したんですよ、当時下村さんは文科大臣だったから、はいはいはい、あの担当大臣として森さんが推進してた、まあ、イランの建築家の案を、まあ、却下したんですね、はいはいはい、それで森さん激怒した。もともと反りが合わなかった、ね、うん、もうだから5人衆に入んなかったわけですよね。うん、だから森さんはそれだけ影響力というかもう実は、うん、まあ、どんなわけですよ、それは安倍さん亡き後、だそういう意味では、うん、森さんを守っただけではなくて、派閥の幹部も自分も守るために黙ってた、という構図なんですよね。なるほど。検察が寸止めしたって何かあるの？警察はだってもう今回の特捜の捜査、一言で表現したら寸止めなんですよ。他派閥寸止めしたんです。あ、そうですね、うん、だって本来派閥のパーティーのノルマ超過分のキックバックだけを捜査したんですよ、はいはい、これ変ですよね、うんうん、個人のパーティーなんでやんないんですか。ああ、なるほど、はいはいはい、それからキックバックじゃなくて中抜きってもともとノルマを超えた分を派閥に入れてない人は茂木派なんかにたくさんいたんですよ、うん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 、これどっちかといえばキックバックっていうのは儲け分一旦全部派閥に入れて、はい、ノルマを越した分を返してもらうからキックバック、はい、もともと納入してない方が悪質ですよね、はいはいはい、これいじってないんです。なるほど。だから、うん、特捜の寸止めはこれ2段階に分かれてて、はい、岸田派、二階派、安倍派については立件しました、はい、でも立件のする仕方をより深刻なやり方でもできた、これはまず派閥幹部の指示がありましたかという、はいはいはい、これはなかったという甘い結論にした、はい、それから脱税でいけたんですよね、はい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 、これも松田先生の専門分野ですけれども、はいはい、特捜と国税庁っていうのは組んでますから、うんうんね、はいはい、そしたら今回だって雑所得の申告しませんでした、はいはいはい、3000万です、5000万です、7000万です、まあ、完全脱税なんですよ、うんうん、はいはい、これやらなかった、うん、そしたら立件した三派閥についても寸止めしてるわけですね、うんうんうん、そしたらこの人たちはもう特捜の意向に全く逆らえない集団が1個できたわけです。なるほど。それから立件されなかった茂木派とか、うんうんうん、あの他の、ね、小さな派閥についても、うんうん、これ立件しなかったけどじゃあ中抜きしてた人はなんで無罪放免なんですか、うんうん、おかしいですね、うん、茂木だって自分の個人のパーティーに 97% が誰が買ったかわからないという最も不透明なことをやってるのが政治刷新本部の事務局長なんですよ、はいはい、それで立件された岸田派のトップの岸田が政治刷新本部の本部長なんですよ、はいはいはい、犯罪者が防犯やってるようなもんですよね。そうですね、うん、だから特捜は自民党の派閥所属議員これ90何パーセントですよ、はい、これ全員にマウンティングをしたんですよ。検察ファッションになっちゃったんですね。もう完全な検察ファッションを作ることが目的だったんです。が目的だった、はい、
ああ、はあ、はあ、でもこれで、それであの自民党が、ね、どうなるかとか、そういうところについて検察は何か考えてるんですかね。まず一番の目的は岸田文雄政権を擁護したんですね、まあまあ、岸田を倒しに行く派閥を解体したわけですから、はい、そうですね、で一番岸田が やったことで LGBT 法案とか、はい、それからウクライナ支援とか、あるいは移民を大量に入れましょうとか、はい、これこの4月1日から移民が大量に入ってくるシステムが出来上がってるわけですね、はいはい、これに一番強硬に反対するであろう保守的な安倍派、うん、これはもう壊滅状態に追い込んでくれたのは特措ですね、うん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 、それからじゃあこの人たちが元気だったら、うんうん、岸田下ろしに動くわけですよ、うん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 、それから茂木は自分が次行きたいから茂木派としてポスト岸田で動くわけですよ。だから茂木派と安倍派が組んだら、あるいは麻生派が組んだら、はい、これ岸田なんか簡単に倒せたわけです、はいはい、とか派閥を解体しちゃったから、うん、岸田下ろしがもう起きないってことになってる。そういうことですね。だから特捜部はまず、うん、岸田政権を守った、これだけ低支持率でも解散を打とうかという異常事態が起きているのは、うん、特捜が守ったからなんです、うん、それはアメリカの言う通りに、うん、ウクライナ支援をします、うん、LGBT をやります、うん、日韓関係を不透明な形で、うん、まあ再開します、アメリカが言う通りやってる岸田を守ったのが特捜という順番だと思ってるんです、うんうん、なるほど、まあ、意図がはっきりしますね、 これですね、はい、でそうするとですね、あの冒頭におっしゃったように、あの本当の政治家であればですよ、うん、私が岸田さんの立場だったら、うん、こういう事態においてやっぱり自分が、ね、身をこう挺して、うん、やっぱり辞めるとか辞職するとか、これが、ね、本来の道だと思いますけれども、はい、やっぱりそこに向けて国民がもっと気がついて言わないとダメですよね、これ世論としてですね。それで、まあ、僕はね、例えばこの松田学ぶチャンネル出させていただいた時も、あるいは自分のニコニコ生放送をね、日曜日やってるんですけど、他の番組でも、まあ、ずっと岸田政権発足以来ずっと同じことを言ってるんですね。でも最近今日もこのチャンネルのタイトルが売国奴だらけの自民党これ僕ずっと同じこと言ってきたけど、ようやく増田学チャンネルのタイトルにまで私も最近街頭では売国どうつけないで売国と言ったそこが増田先生のお育ちのよろしいところですね。僕はもう半日売国とのクズ野郎ってもうセットで言ってますけど、ただこれ皆さんその浸透してきたから、あ、自民党って売国とだね、それ河野太郎だけじゃないよね、林芳正だけじゃないよね、岸田文雄本人が国売り飛ばしてるよねっていうのは相当程度浸透したんだと思うんですよ、ね、そうですね、この岸田政権発足後、だからあの一時期は僕だけなんで山口さんそんな岸田さん嫌いなんですか、もう嫌いも好きもないですよ、うんうん、国を売り飛ばしてるから批判してる、うんうん、でようやくその世論もついてきたんじゃないかなと思ってます、うん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 、そうですね、だからそこのところにもっともっとね、はい、世論広がらないとですね、はい、これあの要するに今の状況を見ると岸田独裁体制になる、そうです、それで松田先生がおっしゃる通りね、まともな人間であればこれやめるのが国のためなんですね、ですよね、まともじゃないんですよ岸田、それからもう一つは独裁のように見えて実は彼は中間管理職に過ぎないんですね、自民党の総理総裁っていうのは一国のリーダーである、はい、たるべしですよね、はいはい、でも彼はアメリカに従属しちゃってるから、そうですよね、ということは彼の上にボスがいるんですよ、バイデンとかエマニュエルとかがいて、はい、その下に入ってるから、はい、彼には実は自由意志っていうのはほとんどないんですね、ないわけですね、奴隷だから、まあ、完全な操り人形のもとに日本は支配されてしまった、まあ、完全にこう亀甲縛りみたいにされた総理がいてそれがそのまんまそのバイデン民主党の言われたまんまのことをやってるのが LGBT 法、はい、それから日韓関係、はい、ウクライナ支援、はいはい、アメリカの民主党の政策をそのまま日本でもやってる、あ、なるほど、例えば女性あの WPS、うん、女性平和安全保障、上川陽子がやってる、あれ、はい、アメリカ民主党の党勢と党の方針をなんで日本でやらなきゃいけないんですか、はいはいはい、移民を増やします、はい、これアメリカの民主党と同じですね、やってますね、カーボンコピーなんですよ、だから岸田には、うん、その政策を選択する国内の政策ですら、うん、LGBT 法ですらエマニュエルに言われてやってる、日本の政あの今のあれですね、政治政策というのはアメリカ民主党の出先になったということですね、完全にそういうことですよ、そういうことですね、そのと全部すっきりする、なるほど、その状況、いや、でそれでですね、今回あの派閥を解散させたにしてもですね、はい、やはり各議員の間には相当不満がたまってるんじゃないですかね、うんうん、これそのままでいくんですかね、そこがその特捜部の寸止めが、そこから聞いてくるんですよ、そこから聞いてくる、要するに悪い人を逮捕しましたって言ったら、悪くない人は
堂々と生きればいいわけです、はいはいはい、全員グレーにして、それで今回は派閥所属議員全員と言っていいでしょうの会計責任者と秘書と地元の人が繰り返し呼ばれて、これ任意提出しなさいって言って会計処理全部出させられたんですよ、うんうん、これね、例えば落選議員もやられてます、うんうん、そうですね、現職全員が丸裸にされたわけです、うん、あのこのチャンネルにこの間来られた長尾隆前議員もう特捜に随分呼ばれたってましたね、うん、ということは長尾さんはもう落選して何年も経つ人を、そうですね、それを徹底的に呼んだということは現職は全員やられたってことなんですね、そうですね、例外なく、ということは、このあと、自分の意思でこの国のために何かやると言って特捜に目つけられたら逮捕されるリスクを持つわけですよ、うん、だってお金は全部持ってかれちゃったんだから、書類を、うん、で任意提出しないって言われて、それに抵抗した議員が一人逮捕されましたよね、うん、はいはいはい、そうでしたね、あれなんで逮捕したの、ちょっと変だったじゃないですか、そうですね、それは特捜の捜査に、まあ、隠蔽をしようとしたということになってるけ ど、従順じゃなかったからなんですね、そうなんですよね、で、まあ、ちょっと、まあ、どうでもいい下っ端の議員でしたけど、うんうんうん、その彼こそがスケープゴートになって、みんなが書類をバンバン出したわけですよ、うん、早い時期に逮捕したから、うん、それでその後、まあ、2ヶ月ぐらい捜査続きましたね、はい、これでね、もう自民党の議員は自立した、うん、判断、政策的にも政局的にも全く動けなくなったと、うん、あ、岸田殺しに動くそういうエネルギーもないと、ない、ウクライナ支援、巨額支援に反対する、そういうこともできない、できない、それから、財政支出を渋る財務省にノーということもできない、できない、そうですね、はい、もうだから、特捜部、そしてその背後にはアメリカがいますから、もうこれは分かっていることですね、うんうん、でなるほど、だからこそアメリカの奴隷化している岸田文雄という中間管理職を守るために特捜が動く、うん、で引き続きアメリカの言う通りに岸田が動くからこそ4月には国賓としてアメリカに訪問させていただいて、はいはい、それから、まあ、この後出てくると思いますけど、まあ、日朝水面下交渉の背後にいるのもアメリカですから、はいはいはい、はい、うん、だからもう完全にアメリカの、まあ、51番目の州ですらないんですね、州だったらだって政治家は連邦議会に派遣できますけど、我々バイデンの政策判断に何 の、ね、あの意見も言えない、ね、州どころかやっぱり植民地ですね、植民地、まあ、例えばハワイは州ですね、でもグアムは準州といって政治家派遣してないんです、はい、なるほど、うん、だからそういう意味ではもうアメリカの準州になった、準州になってしまったと、これ岸田という売国度のせいでね、うん、そういうことですね、はい、でそれを擁護しているのが、うんうん、東京地検特捜部だということなんです、なるほど、でその中で、まあ、あのちょっとね、政局の流れでやっぱり見ると4月18日、はい、28日の3つの補選ですけれども、はい、この補選っていうのは今あの報道されている限りでは自民党めちゃくちゃ厳しいと言いますね、はい、でその厳しい中で、まあ、ちょっとここで一つあの東京15区これに焦点当ててみると、あの小池百合子が出る出ないっていう騒ぎがありましたけど、はい、この辺りはどんなふうな動きがあったんでしょうか。これはまあ僕いろんなところでいろんなことを喋ってると名誉毀損訴訟を起こすって言って脅されてるので、ファクトベースで説明していきますと、これはまあ私のニコニコ生放送で詳しく先週説明したことなんでね、そのもう一回言っちゃってからもう言いますけども、小池百合子はファーストの会という都民ファーストの会からスピンアウトした政党グループを作って、これを国政政党にしようとしてるんですね。でこの会が音竹博忠さんっていう人を擁立しましたね、はい、でこの人が、ファーストの会の副代表に就任して出馬するということを正式にアナウンスしたのが3月28日なんですよ。はい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 、うん、だけど柿沢水戸という人が、はい、その議員辞職したから、はい、東京15区の補選が決まったんですね。そうですね、これ2月1日なんですよ。はいはい、ファーストの会はそこに候補者立てないという選択肢はないんですよ、はいはいはい、東京都民ファーストの会が東京都の補選に候補者を立てないってありえないじゃないですか、うんうんうん、だけど2月1日から3月28日まで、はい、乙武さんが出ると決まるまで、はい、候補者立ててなかった。そうですね、うんうんうん、僕はここから小池百合子が出るつもりだったからだと思ったんです。なるほどなるほど、そういう意味では自然ですね。東京都知事だから、はい、サプライズで出ましたという形を温存するために候補立てないで小池を立てるための環境整備をずっとしてたと、うん、なるほど。それが八王子市長選だったり、やっぱり出る気があったわけですね。そうじゃないかに他の人立ててますよ。そうですね、で乙武さんは3月中旬に
イランとサウジに旅行に行ってんだもともと中東に準備してたんだったら、そんなところに1週間も2週間も行かないじゃないですか。そうですね、だからもう大体乙武さんを選ぶっていうのは筋腹なんですよね、いろんな意味で、うんうん、公明党が乗りにくいんですよ乙武さん、うんうん、いろいろスキャンダルがあったから、うん、ありますよね、うん、それから乙武さんっていうのは LGBT 活動家ですからね、はいはいはい、あの人だってレインボーパレードにちょっと車椅子乗って、はいはいはい、まあ、手がないからどっか刺してるんでしょうけど、うん、レインボーの旗で行進する人ですから、うん、これ自民党乗っかったら、例えば自民党の中からも小野田公美さんとかは自民党の支持率とか党員が激減した、うん、3万人減った、これきっかけは LGBT でしょっていう声がちゃんと自民党内にもある、うん、その乙武に自民党が乗るんだったら、うん、さらに自分で傷口に塩を塗るようなもんじゃないですか。そうですよね、うん、それで、うん、それにノーと言ってる参政党の吉川里奈さんとか、はいはい、それから日本保守党の飯山あかりさんがもう自国で出てるわけだから、はいはい、それ乙武に自民が乗ったら、トータルでは自民にとってはすごく悪いチョイスなんですよ。でファーストの会にとっても、すごく色がついてる人だから、はい、それから女性問題のスキャンダルがあった人だから、そうですね、うん、やっぱり、まあ、嫌がる女性は多いですよね、うんうん、それから特に公明党は山口那津男という人は、はい、女性部婦人部の支援を持って代表に、ああそういう方ですよね、だから公明党も一生懸命乙武やれないんですよ。そう、あ、なるほどなるほど、だから自公が候補者を立てない、事実上乙武をやるんだけど、乙武、うん、じゃない人にしとけばもっと一生懸命やってくれた、それを乙武にせざるを得なかったのは、うんうん、これ急遽決めたからなんですよ、ね、でそういうことですね、だということは小池が出るつもりだったということが一つと、何かがあって出ないことにしたとそれ理由はね、分からないんですね、飯山あかりさんがアラビア語の専門家だからっていう説もあるけれども、これはまあバレちゃうと、バレちゃう、自分がそのあんまできないっていうことを、要するに今までの学歴詐称問題を、そのさらにこう、まあ、ほじくり返されるという意味で地獄をやめたという見方がありますよ、うん、これは分かりません、うん、本人に聞かなきゃ、うん、ただ出るつもりで候補者を立てていなかったことだけは間違いないと、うん、そういうことですね、はい、なるほど、でその中で随分各党とも立ててますね、見ますとね、ついに須藤元気さんまで、もうだから乱立という状態ですよね、乱立ですね、本当に、うん、いやびっくりするような乱立で、まあ、そして、まあ、結構女性が多いですね、だから僕としては、一国民としてはこれ実は LGBT 法が成立してしまった後の最初の国政選挙なんですよね。確かにそうですね、うん、ですから LGBT 法にしっかり反対という立場を明確にしている飯山あかりさんとか、参政党の吉川里奈さんとか、こういう人は堂々たる得票をしてほしいなというのは、僕は LGBT 法案はこの国を壊す天下の悪法だと確信していますから、こういう人は頑張ってほしい、うんうんうん、で他方乙武洋忠のような人は LGBT 推進者ですから、うん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 、こういう人が例えば自公が組んで立民も乗って、うん、でファーストの会です、こういう人が例えば当選するようなことがあったら世も末だなと、うんうんうん、まるで LGBT 法を東京都民の15区の人がオーソライズしたかのような結論に見えてしまう、これ最悪だなと思ってます。おっしゃる通りですね、はい、私も何回かちょっと応援に入りますんで、はいはいはい、もう参政党の話するともう党を挙げてですね、はい、もう党員が投入してもうあっちこっちでやってますね、一生懸命、吉川里奈さんは僕も、もともと1区で出る予定でしたよね、はい、だから1区、はい、凱旋聞いたりしたことありますけど、あ、じゃあしっかり LGBT 法も、うん、反対っておっしゃってるし、うんうん、きちんと日本の国柄を守る、うんうん、伝統文化を守るという非常に、はい、期待できる参政党さんのホープ、はいはい、エースかどうかホープですよね、普通の主婦ですよね、はい、で普通の主婦が普通にこう、ね、選挙に出られる政治を作ったという象徴にもなるんですね。そうですよね、でまあちょっとライバルではありますけど、うん、日本保守党の飯山さんも、うん、もう LGBT 法はもう絶対反対と明確にされている、はいはい、だからまあ良きライバルとしてね、うん、この女性2人には頑張っていただきたいし、うんうん、他に出てる女性全 LGBT 法賛成の政党ですから、はい、日本維新の会の中、ね、まあ、中野座っていう人もそうだし、はいはい、まあまあ共産党系の人もそうだし、うんうんうん、僕はこういう人たちは日本の国柄を壊す、うんうん、政治家として不適格な人だと思ってますから、うん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 、そういう意味ではぜひね、それは吉川里奈さんと飯山あかりさんに、まあ、堂々たる結果がね寄せられる声、そういう声が集まることを
期待しますね。 LGBT そして日本の国柄というのを一つのね、はい、争点というかそれに しなきゃいけないですね。それでまあ、余計なことを一言言うと、どっちか譲るといいなとこれね、いろんなところで言って賛成と支持者の方からも、僕はもう非常に怒られてるんですけど、やっぱり LGBT 法に反対しますという統一候補がいたら、その人に勝ってほしい。今のところ、あの飯山あかりさん、日本人で飯山あかりさんと賛成党の吉川里奈さんで、自分は LGBT 法に反対だと思う有権者、どっちか悩むわけですよね。まあ、簡単に言うと票が割れるわけですよね。ただ、私は LGBT 法に反対ということを最優先で喋ってるから、それは参政党さんとしては補選には普通候補者立てるのがまあ常識というか王道ですからね。まあ普通の政党としてはですね、ただ最初に日本主党が飯山さんを出すって決めた後で、後出しのように出すと、LGBT 法に反対だなという人はちょっと悩んじゃうというところは、まあ事実としてあるだろうなと。ただ参政党さんと日本主党さんはもともと党勢とか血統の理念とか投稿で全く違いますよね。元々違います、ね、だからそこで野合する必要はないという、まあ、尊い、党の精神を優先するんだという意見も当然あっていいと思いますけども、何しろ僕は LGBT 法が大嫌いだから、はいはいはい、まあ、その観点だけで喋ってるってことはご理解いただきたいんですけどね。わかりました。それで、山口さんの意見も非常によく理解しますし、はい、まあ、参政党としての判断もこれも尊重しなければいけない、でもう決まったことなのでもうこれはもうベストを尽くしかないという、あのだから余計なことと申し訳ないそして、はい、あの補選はもう厳しい結果が出て、その後どんな展開になるのかなんですが、でもさ、あの言われてるのは岸田卸しが本格化するという説もあるんですが、さっきの話だったらなかなかそうもいかない。岸田卸しが本格化するって誰が言ってるんですか。いや、あのマスコミに書いてあるのはそういう自民党関係者が言ってるとかなんかちょこちょこと出てくるんですよね。いや、あのただそれは今までの永田町の常識だったらもう下ろされてなきゃおかしいですよ。そうですよね、だって3割切ってるそうですよね。青木率で言ったらもう、もう地に落ちてるわけですよ。本当ですよね。一時期の森政権状態なんですよ。そうですね、まあ、森さんはね 9% まで行きましたけど、その党員からも国民からももう岸田はダメだ、もう烙印をされている状態です、だけどそこで特捜部がやったことは、岸田卸しをする、今まではそれを機能として卸しをしたのが派閥がやってたわけだから、派閥によって総理になった岸田を下ろすのも派閥なわけですね、その急先鋒になるはずの安倍派を解体したわけだから、はいはい、そこにあぐらをかいているのは岸田で、だからこれ補選が負けたからって岸田はその卸しなんか起きませんよ。起きないんですね、やっぱり母体がないんだもん。そりゃそうですね。補選負けたからあんたは、あの降りなさいって誰が言うんですか、岸田に。なるほど。そういういい加減な論評してる政治評論家とか、何とか評論家の言うことも聞かない方がいいですよ。だってその人シナリオ書けないんだもん、卸しがどう起きるか。卸しなんか起きませんよ。起きないわけですね。起きないですよ。なということはもう岸田さんの 全権を持ったすごい、ね、独裁者の岸田さんのもとで皆さんもなんか黙ってついていくしかないという、それとも何か一部の議員でも声差しを高くしてこう分裂していく、分離していくとか、そういう動きも全くないまま、だからこそ、ほぼ全ての自民党議員に特捜部はマウンティングしたわけです。ということですね。ということは、まあ、岸田全体主義体制をアメリカに言われて作った特捜部、はいということになって、でそのとそうしますとあれでしょうか、まあ無事、まあ、総裁選まで乗り切っちゃうのか、それとも一回その前に解散考えるのか、これはその解散というのはさすがにね、もうなんていうかな、10対0で負けてて9回2アウトランナーなしみたいな状態なんですよ、はい、岸田は、はいはいはい、それで解散打つっていうのは普通無理なんですよね。ただ僕は総理訪米、はい、これ4月中旬に行きますね、はいはい、でアメリカの連邦議会で演説をして、はい、晩餐会で国賓待遇で、はい、まあ、大歓迎をされるという外交上の晴れ舞台をやっぱりアメリカに作ってもらったんです、うん、もう一つが今、まあ、取り沙汰されている電撃包丁、うん、電撃包丁ですね。これで田中稔さんっていうね、拉致被害者、拉致認定されている被害者のうちの1名が岸田訪朝によって日本に一時帰国する可能性が高いんですね、はい、でこの2つの外交的成果を引っ提げて、それをきっかけで解散を打つとしたら、これ6月までに解散があるということになるんですよ、なるほど。そうすると9回
ツーアウトランナーなしがランナー満塁ぐらいにして打席に立って、うん、それで解散を と、うんうんうん、と思うとすると、うんうん、訪米っていうのはやっぱり各紙、まあ、一応トップニュースで晴れ舞台をやる外交の岸田、うんはい、外交なんかないんですよ岸田に。だって奴隷なんだからだけど外交の岸田で拉致被害者一人取り返しました、うんはい、これセットにしたらこれゴールデンウィーク明け、はい、あるいは6月とかに解散を打つ、はいはいはい、とすると、はいはい、そしたら小池百合子はどっかの東京の選挙区が出る、うん、そういういろんなことが、うん、まあ惑星直列のように政局が動いていく可能性があって、うん、そこから先描かれる日本の未来は地獄ですよね。そうですね、うん、小池百合子はやっぱりあれですね、総理になりたいんですかね。いやそりゃそうですよ、もう諦めるはずないじゃないですか。諦めない、あの人が。うん、うん、なるほど。今回諦めたのは中国を諦めただけですか。だけですからね、そういうことですよね、はい。とするとやっぱり岸田さんとしては自分の手で解散を打って一応負けなかったっていう実績を作って、うん、そういうことですよね。総裁選バージョンそういうことだと思います、はい、いうシナリオなんですね。まあそれが一番私としては可能性が、うん、まあ今のところ高いかなと、うん、それ以外は総裁選までも解散を打つそのある種のモメンタムが起きないと思うんですよね、うん、まあ支持率上がるはずはないし、はあ、はいはいはい、うん、今おっしゃったあのアメリカに行ったりまあ、北朝鮮との関係って言ってもそれで私そんなに支持率上がるかなって感じするんですけどね。だから僕はそこで支持率上げたくないからこれはもう売国ですよと。もうだって岸田が食べるね今回晩餐会で食べるディナー3兆円ぐらいですよ。だってもうすでにウクライナ支援3兆円ぐらいしてんだからあの一皿3兆円の飯を食いに行くんですよ岸田は。それから拉致被害者についても田中稔さん金田辰光さんってお二人の、まあ、金田辰光さんは在日朝鮮人の拉致被害認定されてるわけじゃなくて特定失踪者なんですけど、はい、この二人が一時帰国します。でも家族はこの方々二人とも個人出身で、はい、日本に身寄りが一人もいないんですね、はい、だから日本に来ても必ず北に戻ってるから、うんうん、北朝鮮にとって都合の悪いことを絶対に言わない人をまず返した上で、うんうん、日朝合同調査委員会を置いて、はい、横田めぐみさんとか、はい、有本恵子さんとか残る十数名の拉致被害者と数百人の特定失踪者については継続して調査を続けますという立て付けを作ってるわけですよ、うんうんうん、もうこれ分かってることなんです、うんうんうん、この十何年北が言ってきたことだから、うん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 、でそれをでもそれは合同調査委員会がいかにイカ様かといえば、うんうんうん、北朝鮮というのは横田めぐみさんそれからヨーロッパルートの有本さんとか石岡さんとか、はい、ああいう人は必要だから拉致したんですよね、はい、はいはいはい。北朝鮮で何らかの機能を期待して、うん、新潟県の女子中学生である横田さんを拉致して、はいはい、うん、それを、まあ、例えば日本文化日本語、うん、教師とか、うん、そういう特定の機能を期待して、はい、危険な拉致に手を染めたわけですね、はいはいはい、居場所知らないはずないんですよ。必要だから拉致したんだから、うんうんうん、その人がここでこう使うと決めて、うん、じゃあ14歳の女子中学生ぐらいがちょうどいいよねって言って、うんうん、拉致する対象を絞って拉致したわけでしょ、うんうん、そしたら北朝鮮に着いた段階でもう期待金の卵なわけですよ、うんうんうん、その居場所を知らないはずがない人と、うんうん、合同調査委員会っておかしいじゃないですか、うんうん、居場所分かってんだったら返せって言い続けるしかないんですよ、うん、はいはいはい、そうですね。だから合同調査委員会というものそのものがもう茶番なんですね。そうですね、イコール拉致被害者の切り捨てなんです。そうですね、うん、だから僕は許せないので、うんうんうん、私もこれをずっとこのもう2年間言ってます。岸田が乗る可能性極めて高い、うん、なぜかと背後にバイデンがいるから、うん、だからもしかしたら日朝合同調査委員会にアメリカが入るっていう可能性があるんですよ、うん、あ3カ国でやるっていう今案が実際あります、うん、なるほど、うん、要するにバイデンの言うなりに全部やってるんです岸田っていうのは、うん、そうするとそれをいきなりバーンって出たら、うん、これ岸田政権よくやったじゃないかと、うん、安倍もできなかった一人とりあえず取り返したじゃないという間違ったごなんか成果に見えちゃうから、うん、僕あらかじめ今日も言ってるんです、うん、これは売国ですよと、うんうんうん、切り捨てですよと裏切りですよ、うん、多分日本の戦後というより外交史上最悪の裏切りと言ってもいいと思う。なるほど。ということをここ言うとこう場をお借りして、はい、間違って田中さんが羽田空港で特別機で来ました、わあ素晴らしいってならないように、うん、あらかじめ皆さんに注意喚起してる、う
うん、なるほど、はい、でそのことも今度の日米首脳会談でアメリカバイデンと詰めに行くわけですね。いや、まあ、それはもう詰まり終わってます。もう終わってるんですか。全部終わってます。終わってると。全部終わってます。日本が金出す話も日本が5兆円出すんです、北朝鮮に。5兆円ですか、うん、ああなるほど。これはあの日韓のね、あの経済協力方式という、うんうん、それを今の額にしたら大体5兆円ぐらいになるんですよ。5兆円ぐらいですか、うん、それ出しなさいと。で、バイデン政権は朝鮮半島の安定っていうのが、だから日韓関係改善しろと、で北にも金払えと、で全体として、まあ、うん、あの朝鮮半島が、まあ、むつまじくいるようにしろと、うんうんうん、日本がやれって言われて、うん、はい分かりましたって岸田は言ったと、うんうんうん、これバイデンがだって演説で言ってますから、うんうん、で全部ついつまが合ってるんです。なるほど。そうするとあれですね、まあ、結局あの今までそれはないでしょって言ってた日本が言っていたことに岸田が乗って、それでお金も出すということになるわけですね、はい、でこの足元をキム・ヨジョンが足元見ているような発言してますよね、はいはい、どうせ国内の政治的なあれだろうって言ってですね、はい、もうということはもうこれこの交渉負けですよね、最初から。でキム・ヨジョンの談話ってものすごい正確なんですよ、はいはいはい、よく拉致問題の人気取りでしょ、そうなんですよ、全くそのとおりだったんですよ僕はこれは1年間ずっと言ってきたことを今、キム・ヨジョンが言ってくれてるんです。言ってくれてるんですよね。で、北朝鮮のコメントって実はね、非常にまっすぐで直情的だけど、意外と正確なことが多いんですよ、うんうんうん、でみんななんか頭のおかしいこと言ってるなっていうくくりの報道が多いけど違うんですよ、うんうん、今回キム・ヨジョンが言ってることは、もう岸田が何を懇願してるかそれ全部きれいに映し出してくれる。その通りですよね、はい、で向こうはもうね、拉致問題がもうないと、終わった話であるというところを前提にしちゃってますよね、はい、ということは結論がさっきおっしゃったようになるという、はい、その流れですよね。そういうことです。ということですね。で今はおそらく田中稔さんと金田辰巳さんを返すという、そこも嫌だって言い始めてるんだと思います。あ、北が あるいはその他のパッケージでもう少し人数を増やしてたところを、やっぱりそれやめますと、でそしたら日本がそれは困るって言ったら、キム・ヨジョンが拉致問題解決済みなのに人気取りでやってるから、そここだわるんだったらもうキム・ジョンウンに合わせないよという、うん、だからこういう水面下交渉って、まあ、悪魔は細部に宿るって言ってます、はいはいはい、ギリギリのところの条件で決裂するってよくあるじゃないですか、はいはい、だから今は交渉がうまくいってないんじゃなくて、うん、交渉が最終段階に入ってる証拠なんです。ああ、なるほど、うんうんうん、と私は見てます。もう結論本当に出てるわけですね、はい、決まってるわけですね。あとはいつ行くかという話、ね、そうだと思いますよ、はい、なるほど。でそうやって見てみると、結局岸田さんは自分の政権を維持するために、アメリカに奉仕するために、日本の大切なものをどん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 売っちゃってるというか。そうです。結局そういう総理であると。そうです。それ以外の何もじゃないって。それだけなんです彼は。でそれも、例えば、発足時はアメリカが大反対していた林芳正、日中友好議連会長を外務大臣にするという、はい、アメリカ側から見たら暴挙をしてるんですね、はいはいはい、でもね、安倍さん暗殺後は完全にアメリカに隷属するように変わってしまったんです、うん、だからアメリカはこんな便利な奴隷はいないから、うん、いろんなことをやって国賓で呼んでみたり、うん、日朝交渉を裏で支えたりして、岸田政権なんとか長持ちさせたいと思っている、うん、とすると全部のことはついつまってる、うんうん、なるほど。そういうふうになってくると、岸田さんは長期政権になるってことですかね。今までアメリカに隷属した政権、これは、皆さんが一番思い浮かぶのは中曽根康弘、はいはいはい、それから小泉純一郎、はいはい、この2つのアメリカべったり、はい、レーガンと、はい、それからブッシュ、はい、もう完全にもう奴隷のように付き従った不沈空母と言った中曽根、うんうん、それからもう湾岸あのイラク戦争、うんうん、何の根拠もないのに全面的に支援して大量のお金を出したのは小泉でした ね、 そうでしたね。この2つの政権は5年持ったんです。確かに、うん、この2つの政権だけ戦後5年持ったんです。じゃあまた岸田政権も5年やるのか。ところがね、今回は岸田が悪運が尽きたのは、はい、おそらくバイデン再選されないですよね。あ、そうなんですよ。そこなんですよ。ちょっと聞かれたこと。そこなんです。そこですよね。だから僕はもう11月にね、今の流れ通り、トランプ復活、そしたらだってもう岸田を守る人いなくなるわけだから、うんうんうん、今まではアメリカの政権っていうのはまあ大体再選されて8年やってたじゃないですか、はい、もうすっぽりハマってたのが中曽根と小泉だから、だから5年持つわけです。なるほどなるほど。今回もこれバイデン再選される可能性も低くなってますよね。そこで、まあ、ちゃんとした正義がね実現するといいなと、うん、
思ってます。まあそこに向けてちゃんと別のね、あの国益派の軸をね、政界で立てとかでと。そこなんですよ。ですよね。岸田を引きずり下ろしたとしても、誰かがちゃんと例えば、トランプ安倍みたいに、日本の独立国家としての矜持を持ったリーダーの受け皿がないと、はいはい、次上川陽子とかね、はい、河野太郎とかになったら、まあ、地獄が、違う地獄が現れるだけになっちゃうので。違う地獄です。ここはね、本当に重要なことですよね。トランプから相手にされないような総理になっちゃう。だってあの今トランプはおそらく岸田っていうのはだってバイデンの奴隷でしょってもう見えてるはずですから、ですね、でその路線を引きずりちゃったらダメなんですよ。なるほどね、なるほどなるほど。でまたあのトランプになりますと日本は自分で自分のことをやれという話にどんどんなりますよね、うん、ただね、トランプという人は例えば日本防衛費上げろ、うん、それから思い入れ予算上げろって言ったんですよ、うんはい、ところが安倍さんはちょっと聞いてくださいよと、うん、お宅の軍隊はアメリカに置いとくより日本に置いてる方が安上がりなんですよって言ってデータを見せたんです。なるほど。もうね、そしたらトランプ大統領諦めてパタッと言うのをやめたんです、うん、なるほど、うん、だから暴君じゃ決してないんですね、うん、ネゴシアブルな人なんですよ、うん、合理的なビジネスマンだから、はいはいはい、そのためにはトランプにもノーはノー、うんはい、イエスはイエスと日本の国益を背負って喋れる人がリーダーであれば、うんうんそれはトランプは聞く耳持つ人だってこれあの、うん、前回証明されてますからね。そうですね、はい、でその時にさらに言えば、まあ、あの安倍さんはトランプさんは、まあ、ビジネスマンだけど、まあ、国際政治のことを知らなかったけれども中国の脅威をこう教えたりいわゆる先生みたいな役割をやったんですよ ね、 すよね、はい、安倍さんはですね、はいでこれもいろいろなそのなんていうか巡り合わせとかねがあって、はいはいまあ、世界中の人がヒラリー・クリントンが勝つと思い込んでる時に、うんうん日本はまあ安倍さんと、うんまあ、当時は、ね、外務省が立派だったのは、うんうん、笹井さんという、ねはいはい、大使それから長谷川あの英一さんという、はいはい、あの総理、はい、補佐官がいて、はい、トランプが勝つ可能性もあるんだから、うん、国連総会に出席するために、うんうん、アメリカニューヨークに行くときにヒラリーの表敬が来ちゃうのは、うん、ヒラリーはニューヨークの上院議員でしたから、はい、あの大統領選戦ってる最中に来ちゃったんですよ、はいはい、インターコンで、はいはい、安倍さん泊まってるところに、はいはい、でこっち側だけあるの会うのはおかしいよねって言って、うんうんうん、ヒラリーが来ることは分かっていたから事前にトランプ側のへのアプローチをしたんですね、うんうんうん、でトランプ大統領に会いたいというメッセージを間接的に送ったらトランプ非常に喜んだんですよ、うんうんうん、ただまあ、 あの大統領選の最中だったから、ええ本人と安倍さんが会うことはその時はなかったけど、うんうん、代わりにウィルバーロスっていうね、はいはいその後商務長官になった人が安倍さんと面会をしたんです、うんうんうん、トランプチームの名代として安倍さんと向き合う、はいはいはい、これがね安倍トランプ関係を作る最初のプラスの入り口になってるんですね、うんうん、でトランプタワーに行ったりそれからイバンカさんっていう人がね安倍さんと非常にこの人は信用できるとお父さんに言ってくれたりして、はいはい、安倍さんもまあついてましたよねそういう意味では、うん、でもそれは骨があって日本のための日本のリーダーだからこそ向こうも尊重してくれたというね、うんうんうん、あ岸田じゃ無理に決まってるんですよ、うん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 、岸田とか上川みたいにアメリカのジャパンハンドラーの手先みたいな日本人はアメリカ人が尊敬するわけないから、うん、奴隷だから、うんうんうん、なるほどねということはそこでちょっとね岸田さんのところにちょっとね逆風が吹き始めるんでしょうけどもしかし代わりになる人がいないということですよね。だからね、あの、僕は突然総辞職っていうのもあると思います。アメリカの大統領選の行方次第ではね。ああ、そうですか。もう後継にいなくなるわけだから、岸田は。うん、確かに、うんはい。これはもうやめても、続けるのが地獄になっちゃうっていう、いくらバカでも分かるでしょう。ああ、なるほど、なるほど、うん。あ、そういう展開あるかもしれないですね。はい、それから、これね、もし私が岸田さんの立場だったらですね、あの党のことを本当に考えれば自分がすっと引いて例えば初の女性総理としてその引き継いでいく、うん、で私はその立場じゃないですよ、うん、でもあの自分の路線を引き継ぐなら上川陽子をね、うん、こう後継の総裁にしてそれであの解散総選挙を打つと自民党を置くちょっとねというふうに考えると思うんですがその選択肢は全くそれはですね、松田先生は岸田文雄がまともな人間だから、そちらの話なんですね。クズなんだから。ここまでのクズって僕はそういないと思いますよ。自分さえ良ければいいんですよ。自分さえ良ければいいと。だからその僕はね、政界に影響力を残そうという野心がある人だったら、今松田先生が言うように、でアメリカも受け入れてくれそうな上川陽子を、
後継指名して総辞職っていうのは一番綺麗ですよね、綺麗ですよね、それまともな人の考え方なんですただそれで上川陽子首相になったらそれはまた違う、別の地獄が生まれるだけだけど、上川陽子ってのは民主党のマックス・ボーカスっていう議員のスタッフをやってた、はいはい、そっち側の人間だから、そうですよね、それ岸田よりもはるかにそっち側だから、国益には感じますけどね、だけどこれ民主党が続投しないから今度大統領選で、だから上川陽子がなったって上川陽子もこれはもういわゆるむしろ旗でやるってことになるわけですよね、そういう意味ではもう潮目が変わったと私は思いたいんですけどね、そういうことですね、まあ、何しろ岸田文雄がまともな国のため、考えたらこんな政権運営するはずないから、松田先生ももう諦めればクズだという前提でものを考えなきゃダメだと困りましたね、そういう方が総理大臣やってるというのはですね、これ一番日本の国益に反する事態ではないかなということで、はい、そろそろ前半の時間が過ぎましたので、後半の方はですね、ニコニコ会議へのご登録が必要です。月額550円で多くのアーカイブ動画と生放送見放題です。まだの方ぜひこの機会にご入会いただければと思います。それでは会員の皆様は概要欄にあります URL からニコニコ動画へ移行してください。少し休憩の後後ほどお会いしたいと思います。後半もよろしくお願いします。前半どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。